なんかそういう表面的なこう浅い満足で終わってしまうのはすごいもったいないかなと思って、そういう写真を撮るのって実はすごいクリエイティブなことなんですね。皆さんこんにちは、渡辺亮です。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回は写真を独学で勉強しない方がいい理由というテーマでお話ししていきたいと思います。独学なんでおすすめできないかっていうと、とっても効率が悪いからなんですね。ネットの記事とか本とかで勉強することも確かにできるんですけども、特に一番最初の初心者のうちは自分で勉強してきたものだけでやってしまうと誤解を生んでしまったりとか、効率が悪い、正しい情報に行き着くまでにすごい苦労しなきゃいけないんじゃないかなというふうに思うので、独学は私はおすすめできません。じゃあどうしたらいいかっていうと、対面で会って質問できるような状態にして、先生に一番最初だけはお話をしながら学んでいくのがいいんじゃないかなというふうに思います。ただネットを見れば、まあ、YouTube 私もやってますけども、 YouTube だったり、まあ、インスタのアカウントでね、こう撮り方を発信してるみたいな親切なところもたくさんあって、確かに本当にすごい充実しているので、そういうのが全然ダメってことではないんですよ。むしろ本当にすごいいい情報がたくさんあるので、上手に使えばすごい便利だし、例えばポートレートの撮り方みたいに検索して書いてあるこうやり方通りにすれば、それみたいないい感じの写真が撮れるっていうことも実際あるとは思います。なのでこうすぐにね、撮りたい、すぐにそれをやってみたいみたいに特に最初の初心者のうちは思うと思うので、そういうのを利用するのもありなんですけど、ただそればっかりだと良くないかなって思います。何が良くないかっていうと、そういうのばっかりだと応用が効かないんですよ。自分で考えられないっていうか、そこに書いてある通りのことしかできないっていう風になってしまうんですね。それがなんていうか、実は自分でも自覚しにくいんだけど、すごい実はデメリットなんじゃないかなって思います。本人が例えばそれでもうこのね、記事の通りのいい感じの写真が撮れたから、もうそれで満足だっていうふうに思ったとしても、実はその例えばポートレートなら、ポートレートの撮り方ってそこの人が書いた記事以外の撮り方だって本当はもう無限大にあるっていうか、いろんな工夫の仕様があって、本当だったら私としては、せっかくさ、このね、誰もがスマホで写真を撮れる時代にですよ、こうわざわざカメラっていう面倒くさいツールを使って写真を撮ろうっていうふうにまで思っている人にはですね、なんかそういう表面的なこう浅い満足で終わってしまうのはすごいもったいないかなと思って、なんかそうなってほしくないんですよ、個人的に。別に本人が良ければいいのかもしれないけどさ、なんかせっかくね、一緒に写真をやろうっていうこう共通の気持ちがあるんだったら、なんかそうなってほしくないなっていうのがちょっと一個あって、はい、本当だったらそのネットに書いてあるやり方だけをなぞるような感じではなくって、その場に行ってその時の光を見て、その人の雰囲気を見て、まあ、周りの景色を見て、自分なりに気づいたこととか感じたことっていうのを表現するためにカメラっていうツールを使って、まあ、いろんな設定をして、その時の自分の感動を表現するためのそのベストな設定っていうのを探して写真を撮るっていうね、そういう風にした方がやっぱね、単純に面白いと思うんですよ。私もすごいそう思うんです。なんかそういう写真を撮るのって実はすごいクリエイティブなことなんですね、うん、だからそういう本当のこうちょっともっとなんていうかな、こうそういう感じで楽しんでいてほしいなっていう風に思うんですよ、とにかく。はい、なんかわかりますかね。まあ、なのでそういう風になるためにはやっぱりその独学では結構
完全にできないとはもちろん言い切れないんですけど、独学だととっても効率が悪いんですよ。自分で判断できるようになるためにはある程度そのカメラの例えばピントを合わせる方法とかね、こう撮影モードの違いとか、まあ、いわゆる絞りとシャッタースピードと ISO 感度の違いみたいな基本的なところを正しく理解して、でそれを自分のカメラでの操作方法っていうのも、全部覚えて、で撮影場所に行って撮っていくみたいなね、そういう風になった方がいいかなって思うんですね。でそのためにはやっぱり、例えば仮にすごいいい本、いい教材があって、知識がすごく体系的にまとまっていますっていう本があったとしても、それ読んだだけでは自分のカメラでね、もうカメラってさ、やっぱボタンがすごい多いじゃないですか、まあ、これはちょっと Z9 だから、まあ、特に多いんですけどもね、もうなんかほんとたくさんあるわけですよ。こんなボタンがあって、であとメニューの中とかも見るとなんか項目だけでこのずらってあるわけですよ。これをその本を読んで、じゃあこの自分の実際のカメラでどこのボタンをどうするのみたいな、ここのね本の知識とこのカメラのギャップがめちゃくちゃあるわけですよ。そういう時に誰か人がいたら、これってどういう意味なんですかって聞いて、あ、じゃあそれはここだよっていうのをパッて教えてくれると思うんですね。うん。けどね、そこを最初のうちから全部自分で探すっていうのはもうめちゃくちゃ大変です。うん。だからそれはやっぱりね、やめた方がいいかなっていうのが自分の意見ですね。で、まあ、ただ対面で会うのは難しいよっていう方におすすめなのは、メーカーの人を頼ることです。サービスセンターとかありますよね。カメラメーカーさんのいろいろこうスタッフさんに、まあ、修理を出しに行ったりとか展示がしてあったりとかするところがあると思うんですけど、そういうところに行ってやっぱりカメラを持って行ってですね、なんかここにこういう風に書いてあったんですけど、この自分のカメラにもそういう機能ありますかとか、そういう会話とかそういう質問をしても、まあよっぽどね忙しかったらちょっとあれかもしれないんですけど、まあ、大体の場合は丁寧に優しく分かりやすく教えてくれることがほとんどじゃないかなと思います。なので、まあ、もちろんねメーカーの方だってカメラを買ってくださった方には楽しんでもらいたいっていうふうに思っているはずですので、そんな基本的には嫌な顔はされないと思うんですよ。なので上手にですね頼っていただいて、知識をすっきりさせて自分のものにするっていうことをした上でやっぱりカメラを使ってほしいなっていうふうに思います。なのでどうしてもね独学だと応用が効かないっていうか、イレギュラーなことが起きた時に対応できないみたいに、まあ、なってしまう可能性が高いんじゃないかなって思うんですね。まあ、自分でね全部できるよっていう人はいいかもしれないんですけど、まあ、なかなかそういう人の方が少ないんじゃないかなっていうふうに思います。でも逆にある程度のその知識が入った上でそういう新しい情報とか読めば基本があるから、あ、この人はこういうふうに言ってるのはこういう意味合いとかこういう考え方でこういうやり方を紹介してるんだなみたいに分かるようになるんですよ。そうすればなんかいちいち振り回されないで、まあ、この人はこういう考え方で言ってるけど、まあ、自分はこの方がいいかなとか適宜判断できるようになるので、その方がやっぱり写真は圧倒的に面白いと思うんですね。でそうなるためにはやっぱり独学じゃない方がいいんじゃないかなっていうのが私の意見です。ちなみに自分も本当にもう昔のことではっきりした記憶があんまりないんですけども、写真の基本の学校っていうのには行ってました。でその時は習ったことはもう本当にあれですよね、絞りとシャッタースピードと ISO 感度の基本とか、どんな質問したかとか覚えてないんですけど、やっぱりこう、ああそうだったんだみたいな、だから今までうまくいかなかったんだみたいな、ちょっとしたことですよね。そういうのを教えてもらってすごい、あ、良かったなっていうふうに思っています。ちなみに宣伝になってしまって恐縮なんですけども、私もニコンカレッジの方で、基礎講座っていうのをねずっと長く担当させていただいております。
私の講座ではそういった今紹介したような初心者の方にまずは覚えておいた方がいい知識っていうのをまとめて、分かりやすくお伝えしていますので、ちょっと平日の昼間になってしまうんですけども、もしもご都合が合う方がいたらぜひ参加してくれたら嬉しいです。はい、ということで今回は写真を独学で勉強しない方がいい理由っていうのを私なりにお話ししてみました。よかったら参考にしてみてください。この動画が少しでも面白かったとか役に立ったと思っていただいた方は高評価ボタンやチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。何か私に聞いてみたいこととか、質問とかありましたら、コメント欄で教えてください。あと、まあ、私はこういう話をしてますけど実際、この人はどんな写真を撮ってるんですかっていうのを、見てみたいっていうふうに思ってくれた方はよかったらインスタの方に撮った写真を紹介していますのでチェックしてみてください。私ともうちょっと話をしてみたいなというふうに思っていただいた方はオンラインサロンの方で、毎月皆さんの写真を見ながらお話ししたりとか、課題を与えてそこのテーマに沿って写真を撮っていただく企画なんかをやっているオンラインサロンっていうのもやってますので、興味がある方は概要欄からチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。